皆様こんばんは。こんばんは。令和2年10月2日金曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたします。キャスターの恵美龍之介と申します。同じく野原美奈です。野原さん、今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。それでは本日のヘッドラインを申し上げます。はい、首里城焼失は天罰か、玉城知事のデタラメ、新型コロナウイルス感染拡大、元首相補佐官故岡本幸男の実像、沖縄タイムス社員持続化給付金事案は沖縄の恥、以上の4つのテーマでお送りいたします。はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。私は先週沖縄県議会を見学したんですけどね、はい、この玉城県知事の県議会無視の態度で、虚偽発言、反日外国勢力との癒着はもう目に余るものがあるんですね。はい、今日はこれを中心に放送したいと思っております。はい、でこれは特に外国勢力との癒着をですね、公表しますから、はい、これを番組をご覧になられたら、皆様はですね、辺野古にあるテント村、反対のテント村でですね、ハングルが使用されたり、あるいは朝鮮語の歌が歌われていた事実もね、理解できると思います。はい、あとは昨日 の夕方のニュースなんですけど、名護市議の方がですね、テレビで防衛局を訪問して、辺野古埋め立てを即時中止して、コロナ対策に国費を回せと言っていたんですけど、私この男正常頭まともかなと思ったんですね。はい、普天間基地圏内移設を前提条件にして、この名護市等がもらった1200億円、あるいはまた中山知事が知事時代にですね、はい、辺野古沖埋め立てを条件にしてもらった3000億円の8年分、はい、今6年分受領してますからね。はい、こういったものを返してから物言えと、はい、金はもらうだけもらってて、あとはいろいろクレームつけて逃げようとする姿を見てるとですね、はい、許せないと私は思いました。はい、それと僕は反対派の方に言いたいんだけどね、はい、自己を守れと言いながらね、はい、名護にはね、同じ哺乳類のイルカの料理があるんですよ。あ、そうでしたね。うん、はい、同じ哺乳類でもね、自己を守ってイルカは殺して食ってもいいっていう不分率はどこにもないと思うんですね。本当ですね。こういうね、知り滅裂なことはよしてほしいと思いますね、私はね。はい、はいはいはい、本日は9月定例会で島袋大議員のビデオもご覧いただきながら、めぐみ先生に詳しくご解説いただきます。はい、はいはい、よろしくお願いします。まずは事前に解説いたします。はい、本土では県政による民間団体への公金の支出、はい、業務委託、はい、名義公演等はね、公正中立が絶対条件であるんですね。はい、ところが沖縄では通用しないんですね。はい、反基地無罪、左翼は何してもほとんど捕まらない、うん、99% 捕まりません。はい、保守が何かしたら、このタイムスと新報が大きく書き立ててね、うん、すぐ警察沙汰になってしまうんですね。はい、で次に、沖縄への中国共産党による対日工作はですね、大きく分けて2つの種類があります。はい、一つはね、この富裕層を沖縄にどんどん送って、はい、現金で生産させてですね、このインバウンドして中国人に対する畏怖の根を持たすようなインバウンド効果ですね。うん、これが第一。はい、これは今コロナウイルスの件でですね、はい、中断しています。はい、次、韓国新北勢力のいわゆるチシェグループによる工作ですね。はい、これは着実に進んでいってる。はい、玉城デニー知事ももうこの連中に完全にはまってしまってますね。うん、で話は違いますけど、平成8年の暮れから9年にかけて、沖縄にはね、この中世思想ブームがあったんですね。はい、平和共生自立といっても、沖縄の民放はもう態度そればっかり放送してね。はいはいはい、新聞でもそればっかり上げてました。で 財界の集まりでもね、はい、最初にスピーチするのはまずそれからするわけ。はい、これ僕はおかしいなと思ってる矢先にですね、はい、この沖縄反基地運動家とこの知事グループが密接な関係があることを発見して、はい、私はこの月刊諸君に書いたんですね。はい、月刊諸君というのは当時
今のは花田に匹敵するぐらい売れていた保守系の雑誌でした、はい、月刊誌でした、はい、で当時ね公安はオウム対策で日本本土で活動するのが精一杯だったんですね、だから沖縄は全くその真空状態になってたんですよ、うん、で私がこの論考を出したらねもう日本全国大騒ぎ、なんだ自分たちは沖縄の反基地運動はね、純粋な平和思想から生まれてると思ってたら、うん、バックがあったのかと、うん、言って大騒ぎになってこの3名はですねかなりトーンダウンしていったんですね、まあ、こういうこともあるんだけど今回の玉城知事の事例もですね、はい、詳しくこう分析してみたいと思います、はい、次この資料1ですね、はいはい、これは玉城知事が2年前に知事に就任しての足跡を書いたものですね。その中でね、反米軍基地トークキャラバン2019年去年はね彼はほとんど知事としての仕事はしていません、はい、こういう政治活動ばっかりですね、はい、で9月9日に反米軍基地トークキャラバンを大阪でやったときに、はい、大阪府を庁舎を訪ねてですね、はい、挨拶しようとしたら知事が会わなかった、はい、なぜか府知事が言うにはですね政治的に非常に変更しているということで拒否したんですね、はい、で新井副知事が対応しました、副知事が言うにはね全国キャラバンについて事務局であるシンクタンク新外交イニシアチブこれされた佐藤氏がやってますね、はい、非常に政治的に変更したメンバーで構成されていると、はい、極めて政治的と強調した上で、はいはい、その議論を戦わせるなら政党の討論会でやるべきだ、はい、こういう役所の公務でするべきではないのではないかと思っていると主張したんですね、はい、沖縄の新聞社2社はねこれで大騒ぎしたんですよ。そうですね、また一種の差別化してるかのような表現してたんですね。大阪府知事は当時私が大阪と構想の議論を全国でキャラバンしているようなものだというふうな表現されてましたね、まあ、次いきますね、はい、で次はこれ11月19日には今度は北海道でやってるんですね、はい、反米軍基地キャラバンをですね、はい、でこの時もね道知事は会ってません、はい、北海道庁を訪ねたけど道知事は会っていない、はい、で札幌市役所を訪ねたけど市長は不在を理由にしてまたこれも会っていない、はい、という状況でですね、はい、私はねこのような玉城知事の行動を放置しているとね沖縄はね日本という運命共同体から孤立していくんじゃないかと、はい、一種の第三国人みたいな扱われる時代が来るんじゃないかと思ってね、はい、心配してるんですよ、うん、で9月30日定例県議会でね、はい、島袋大県議が子ども被災者支援基金と知事の癒着が発覚したいわゆる不適切飲酒会食問題を取り上げて、はい、その、はい、お願いします、こちらですね、はいはい、何度でもお見せします、どうぞ。で この受託業者のこのこっちに写ってる女の子、はい、徳森リマです、リマさんですね、はい、別名近所リンダ、はい、今近所リンダで通してます、はい、でこっちに写ってるのが玉城知事、はい、こっちに写ってるのが島袋淳さんですね、はい、私たちはもうニックネームをつけてね島袋不淳って呼んでるんですよ、はいはい、琉球大学、国立の琉球大学の教授でありながら反日活動をしてね、はい、しかも琉球大学はねアメリカ政府がまず作ったんですね、はい、そうでしたね、こんな恩は忘れてね、はい、とにかく反日反米、はい、大学やめてやれって、はい、国民の税金で飯食いながらね、はい、この沖縄を引っ掛け回す姿を見てると本当に情けない、はい、あと受託業者、ここの受託業者はもう一人ですね、一般社団法人子ども被災者支援基金の代表である鈴木理恵さん、はい、この人は割と正直に物言うから頼もしいなと思いました。知事のお迎えに座られてる方ですね。そうです、そうです、はい、で玉木デリーさんもいつもの疲れた顔に比べてもう生き生きしてますね。楽しそうですね、とても、はいはいはい、で皆さんね、子ども被災者支援基金というと聞こえはいいんだけど、これはね朝鮮系左翼団体なんですよ、はい、万国診療会議の推進組織なんですね、はい、で万国診療会議というのはどんなものかというと、はい、はっきり言うと普天間アメリカ海兵隊飛行場の
辺野古移設反対を宣伝し、アメリカ海兵隊の撤退を主張することを主な目的としています。これの推進組織としての推進運営団体としての、はい、この、子ども被災者支援基金なんですね、はい、一般社団法人の、はい、この責任者が徳森ディーマさんなんですね、はい、で事件の発端はですね、5月23日の晩に撮影された写真、もう一回見せてくださいね、はい、これは昨年の5月23日でしたね、はい、5月23日ですね、撮影されたこの那覇の某居酒屋での写真ですね、はい、でこれは24日の午前0時過ぎまで及んでいたんですね、この主演は、はい、でこの24日同日、県は万国診療会議の進行を頼むべくですね、委託業務委託契約をして2400万円をして支払ってるんです。しかも随意契約、こっちもダーティーなんですね、はい、競争入札はさせないで随意契約と、はい、まさにもうズボズボの関係なんですよ、このグループはね、はい、県議は島袋大県議はね、この時に住宅契約予定業者と契約締結する日前日に飲酒することは知事としてあるまじき行為ではないかと声を大にして批判したと、はい、ところが知事は開き直ってね、一切メンバーを知らなかった、あくまでもプライベート、うん、まして業務の話などはしてないと開き直ったんですけども、はい、この代表の鈴木理恵さんがですね、沖縄タイムスの取材に答えてね、はい、いや業務の話をしたとはっきり言ってるんですよ、はいはい、でところがこの9月30日にこの問題がテーマが提起されたのはいつでしたっけ、9月30日ですね、はい、30日以降ね、この徳森リマ氏別名近所リンダさんはね、地下にも送ってしまってね、はいはい、全く音信不通になってるわけです、はいはい、で この万国診療会議のについてまた若干説明を加えますとね、昨年の5月14日、はい、ハガティ駐日米国大使当時にですね、および在日米軍司令官に対して米軍普天間飛行場の早期運用停止を求める書簡を送付していると、はい、私はねこういう対外活動、たとえ書簡であってもですね、はい、県議会に諮問すべきだと思うんですね、これを全くしない、うん、知事はね屋上屋を作って、左翼系 の有名人とかあの学者を集めてきてね、県議会を無視してここの助言だけで動いてるんですよ。全く民主主義を冒涜してますね。もう民主主義どころか県民をバカにしてるんですね、はいはい、この先生方が言ったから自分はこうしてるんだって言わんばかりでしょ、でこの5月23日から24日にかけてのこのメンバー9人でしたね、写真ね、はいはい、この中に島袋淳龍大教授もおりますし、はい、もちろん先ほど見せました若い女性2人、はい、徳森リマさんと、はい、鈴木理恵さんですね、はい、でこの島袋淳龍大教授というのはね、どういう教授かといいますとね、沖縄独立派、はい、そして沖縄が独立してまずアメリカと安全保障条約を結んでね、そして徐々にこれを解消していこうというのが彼の理論なんですね、はい、もちろん親中国派です、はいはい、で私はねこういったものを見ていてですね、県民の皆様はねこの事実を知ってるのかなと、はい、こんなデタラメなことをしてる知事を許していいのかということを問題提起したいと思うんですね、はいはい、で今日はじゃあこの、まずめぐみ先生がこれまでお話されたのはこれまでの万国診療問題の経緯でした。経緯ですね、はい、島袋大議員の、9月28日定例議会のビデオをご覧いただいて、それからまた新しい疑惑も発覚しておりますので、またその後ご解説をお願いしたいと思います。はい、お願いします、はい、それではビデオをご覧ください。よろしくお願いします。再開いたします。島袋大君、それでは今回も万国診療問題のなしのき問題、そして関連について質問したいと思っています。我々沖縄自民党の万国診療問題に関するプロジェクトチームは現在も精力的に調査を行っております。おかげさまで我々 PT も評価されたのでしょうか。さまざまなところから
デニー県政に関する疑惑の情報が持ち込まれております。今回も新しい疑惑について取り上げさせてもらいます。その前に少しおさらいをしたいと思っております。前回の6月議会で有料サイトなしの木ピースアカデミー問題を私は取り上げました。あれもひどいものであります。なしの木主催の有料サイトのオープン記念として知事が公務としてトークイベントで祝辞を述べております。こちらですね、知事が自ら祝辞をボードに述べているメッセージとして、そしてこれがイベントの広告であります。県は有料サイトじゃないから大丈夫と苦しい言い訳をしておりますが、このボードからも見てわかるように受講料9000円の有料講座ですよ。有料講座、あなたがオープン記念をやったメッセージの後から続くのは講座9000円の有料講座であります。そしてそこに会食問題で疑惑の中心であったこの中にいますよ、徳森リマ氏も講師として関与しているわけであります。この事実を見ただけでも知事は徳森氏との関係でこの有料サイトの広告等を公務として有料サイトの、ね、広告等として行ったとしても疑われても仕方ありませんよ。県民の皆さんどう思いますか。議員の皆さんも挙句の果てに私が6月議会でこの問題を取り上げている最中に梨の木の有料サイトから私の質問中ですよ、この知事のイベントのメッセージ等は削除されているんですよ。削除されている、もう呆れて物も言えません。私は6月議会で梨の木問題を取り上げるのは自民党のプロジェクトチームメンバーしかわからないんですよ、私がこの質問するのは。なのに私が議会で取り上げた最中にサイトから削除をされていた。県の職員が梨の木側に削除してくれ、もしくは議会で取り上げられているよと連絡した人がいるんじゃないですか。いるんですよ。そして前回の議会で戸口文化観光スポーツ部長の答弁、これも正直腹渡が煮えくり返る思いでありましたけれども、部長は苦しいと思います。しかし今日はそのことについて議論するのはやめておきます。それはなぜか、他に大きな疑惑を見つけたからであります。万国診療会議会食問題、なしの木問題、知事本当にいろいろな問題が知事出てきますね。これはどこかで誰かが言っておりましたけれども、疑惑の総合デパートとはよく言ったもんですよ。私は言っておりませんけどね。では本題に入ります。この時系列のボードをご覧ください。2019年、昨年5月23日この疑惑の会食問題が那覇市内の居酒屋で行われました。これはもう説明いりませんね。皆さんもう一度やりますか、知事。その翌日の5月の24日に会食に参加した徳森氏が沖縄事務所所長を務める法人が万国診療支援事業を沖縄県と正式に契約をするわけであります。そこから少し日が経ちまして、この疑惑に気づいた我々沖縄自民党は、私が9月議会で大々的に取り上げました。そして9月の30日に徳森氏はこの受託した法人を退職するわけであります。その後経済労働委員会での承認喚問にも応じておりませんでした。ですから真実は闇の中に葬られたわけであります。さてそこからさらに1年後、今年この梨の木ピースアカデミー問題が出てきます。私がこの問題を6月議会で、さて6月議会で取り上げました。先ほども話しましたが、驚いたことにそこでまたこの徳森氏が出てくるわけでありますね。しかし本当に知事も懲りませんね。さて前置きは長くなりました。この一連の万国診療会食問題と並行して実はある不可解なことが起きております。このボードをご覧ください。さて実は万国診療問題が取り上げられたちょうど同時期、日時は昨年の9月23日、島袋淳 SDGs 委員長と当時はまだ万国診療を受託した沖縄事務所所長の徳森氏が辞める前ですね、韓国を訪問しているわけであります。韓国を訪問している、ここでお伺いします。まずは富川副知事から聞きましょうか。副知事、以前に答弁ではこの徳森氏とは
1回しか会ったことがないと言っておりますけれども、それはいつですか、何の件でしたか。副知事富川森大輝君。はい、お答えします。ちょっと期日ははっきり記憶しておりませんが、新沖縄発展戦略の発注の時に2社参りまして、沖員総研と正式名称かどうか定かでありませんが、金秀関係の研究所の代表としてプレゼンをしております。その時1回だと思います。議長、島袋大君。そうですね、副知事ね、そのという答弁でしたよ。ところで副知事、島袋淳氏と徳森氏が韓国に訪問したのは知っていましたか。知っているか知ってないでいいですよ。休憩いたします。はい、知ってるか知ってないかです。再開いたします。副知事富川森武君。知事が行かれるということは事後的に知りました。その前は私の情報は入っておりません。議長、島袋大君。知事はこのお二人が9月の23日に二人が韓国に行くということは知ってましたか。休憩いたします。再開いたします。知事玉城デニー君。記憶は定かではありませんが、行くということは聞いていたかもしれません。議長、真袋大君。次にお伺いします。この2人の韓国訪問から3日後、9月26日、島袋淳氏、徳森氏が知事室を訪ねてますよ。デニー知事、富川知事に面会、理由は何の理由で面会されてますか。副知事富川森武君。9月26日のですね、静かにお願いします。知事室での面会は私とそれから島袋調整官、知事と島袋淳先生の4名だと記憶しております。その時に、ご指摘の徳森さんは来てなかったと記憶しております。休憩お願いします。休憩いたします。ですからお二人じゃない、島袋淳で韓国の訪問で来てたでしょって話ですよ。韓国訪問行った内容を報告しに来たんでしょって聞いて、はいか言いですよ。再開いたします。副知事富川森拓君。私の記憶によると韓国の報告ではなくて SDGs、私の方で新発展沖縄発展 PC を PT をやっておりますので、そこにSDGs の概念を入れるかという話だったというふうに記憶しております。徳森さん来てませんよ。はい、議長、島袋大君。知事はじゃあ同席してなかったことですか。もう一度言いなさい。副知事富川森拓君だったと記憶しております。知事、島袋調整官、私、島袋淳さん、4名だったと記憶しております。島袋大君。ここ重要な点なんですよ。9月26日はお会いしていますよ。確かな情報を得てます。そしてもう一度聞きますよ、会って内容というのはこれ面会記録もの内容と出せますか。じゃあ議事録。休憩いたします。再開いたします。副知事富川森拓君。よくランチミーティングということで忌憚のないご意見を賜って私のところもやっておりますが、これも私の記憶によりますと、知事の部屋で先ほど申し上げた4名で、弁当を食べながら、いろいろ意見交換したことは覚えております。島袋大君。我々沖縄自民党もさまざまな情報を調査しました。島袋氏と徳森氏はこのソウルでソウル市長や教育長の高官たちと面会しているんですよ。これ間違いないですか。休憩いたします。
ちゃんと答えなさいよ。お二人ですよ。再開いたします。副知事富川森田君、先ほど来申し上げているように4名で解釈して、新 PT にその SDGs を入れる話等々は記憶しておりますが、韓国行く話は私の記憶にはございません。議長。島袋大君。知事は聞いてないって言ってますけど、この2人から9月26日に韓国の訪問を受けた後、その1ヶ月後、知事は韓国訪問をするんですよ。1ヶ月後、報告を受けてからね。知事は韓国訪問にあたり、島袋淳氏と徳森今氏に何らかの事前調整をしてもらうために韓国に飛んでもらったんじゃないですか。いかがですか。知事玉城デニー君。そういう事実はありません。議長。島袋大君。あとこれは後日調べて資料を提出してください。この2人が公費で出張したかどうかを調べて報告願います。お担当がどこになりますか。休憩いたします。再開いたします。文化観光スポーツ部長戸口和弘君。はい、必要性も含めてですね、検討させていただきたいと思います。議長。島袋大君。ここに知事の韓国訪問日程があります。見てください。10月30日に那覇空港より韓国に入っています。その日の夜中、首里城の火災があり、知事は翌日31日の日程をキャンセルして沖縄に戻りました。間違いないですよね、知事。知事玉城デニー君。はい、その通りです。議長。島袋大君。ボードのここに注目してください。首里城の火災がなければソウル市長と面会することになってるんですよ。ソウル市長といえば、日本で言えば東京都知事の同様のランクですよ。この日程調整はどこのかでやったんですか。文化観光スポーツ部長戸口和弘君。はい、窓口としては文化観光スポーツ部の観光振興課の方で行わせていただきました。島袋大君。よく取れましたね。ここで話を戻しますが、島袋氏と徳森氏も韓国の訪問の際、知事の韓国訪問1ヶ月前にソウル市長と面会してるんですよ。これも確かな情報です。間違いありません。ソウル市長は東京都知事と同様の政治レベルの高い人物であります。なぜそのような高官に会うことができたのか。知事、あなた島袋氏と徳森氏に対してこの日程調整とかをやるようにお願いしたんじゃないですか。どうですか。知事玉城デニー君。そのような事実はありません。議長。島袋大君。その他にも2人はソウル教育庁の高官とも面会してるんですよ。そこで驚くのは、おそらくこの時の人脈で梨の木のトークイベントでソウル教育庁と知事が一緒に参加をするわけでありますよ。このボード通り、これは偶然ですか。この梨の木トークイベントで知事そして教育庁と連携するのは、この1年前の島袋氏と徳森氏のソウルの訪問から関係してるんじゃないですか。知事、ソウル市長との面会を事前に調整したのは島袋氏と徳森氏でしょう。しかしね、知事、この二人が公費ではなく私費で韓国訪問にしたとしても、知事とのこの二人の関係は公務ですよ。知事、公務。島袋氏は日額2万7000円の高額な報酬を払っている SDGs の委員長、徳森氏は万国診療委託支援事業を受託した当時沖縄事務所の所長なんですよ。韓国訪問は9月30日の退職の前ですから。知事、言いたいこと、私が言いたいこと分かりますか。この2人を政務で使ったら利益誘導や公私混同と言われても仕方のないことですよ。知事、だから知事は議会答弁で、会食の時は徳森氏とは受託者は徳森氏は受託者とは知らなかったと言ってましたよ。私も議事録全部見ました。それは受託者と知っていたら利益誘導になるからなんですよ。今回の韓国訪問問題は
受託者の徳森氏と SDGs の委員長の島袋氏という県と公務の関係のあることを知っていて、韓国に2人を飛ばして行かせて知事室で報告を受けている。そして利益流動とも公私混同ですよ、まさしく。この2人には公金が投入されている、公金が。日額2万7000円もろもろ受託費用が。聞いてますか、私の話。休憩いたします。聞いてくださいよ。再開いたします。島袋大君、最後に知事、あなたは本当に何やかんやの総合デパートですよ。 ND 東キャラバン万国診療会議疑惑の会食ね、ナシノキピースアカデミーでは公務と政務の区別がつかず、まさに倫理観の欠如、公私混同に他ならないですよ。どの答弁をとっても知らなかったで責任を職員に押し付けている。かわいそうですね、本当に。その上で首里城火災の管理責任、豚熱の対応の遅れ、これは危機管理の欠如そのものですよ。職員はあなたの軽率な行動、倫理観の欠如、危機管理の欠如で非常に苦しい議会答弁を強いられていると思っております。県議会議員もそうですよ。知事の行動に翻弄されて職員は消耗しきれないと思っています。本当に職員の皆さんが気の毒でなりません。この問題は改めて経済労働委員会でも追及したいと思っております。議長、休憩お願いします。休憩いたします。さらにダーティーな部分を私は紹介したいと思っております。ちょっと私自身も こんがらがることがあるんですけど、この事案が発覚したのは昨年の9月31日ですね。で、今回県議会で問題になったのは9月28日の県議会の定例議会ですね。そこでまた新たな事案が発覚したんですよ、はい、でこれについてご説明したいと思います、はい、じゃあこの年表2をお願いしますね。あ、これですね、はい、はい、でビデオと今までの私の話を大絶賛したのがこの年表ですね。5月24日の件です。それで5月23日島袋巡視で、ここからが新たに発覚したダーティーな部分ですね。9月23日これこと、あ、去年の9月23日島袋巡視 SDGS 委員長徳森リマ氏、当時沖縄事務所所長が、韓国ソウル市訪問、ソウル市長のパク・ウォンスン関係者、同市長ヒョン教育官と面談と。で9月26日この成果をもって島袋巡視、徳森リマ氏が気を利き知事室を訪問して玉城知事、富川副知事と4人で面談、成果報告と。ところが9月28日の県議会においては島袋議員の追及に対してね、副知事は議会で偽証をして徳森は参加してなかったと、島袋調整官という県の役人が参加したって言って ぼかしておりました。はい、はい、で9月30日に飲酒接待事案発覚、徳森リマ地下に潜る。で10月30日玉城知事韓国ソウル訪問、翌日市長と面談予定。ところが31日未明首里城失火ですね。10月30日首里城焼失、玉城知事市長との面会キャンセル、急遽起用。こういった感じでね、私がこういったものをこういった事象をやってるとね、これはもうまさにね、玉城知事は天罰を受けたんじゃないかと思ったんですね、はい、で2020年6月20日有料サイトってもこれは極左学習会ですね、ナシノキピースアカデミーイベントオープン。このイベントに玉城知事とソウル教育官チョウヒョンが祝辞披露、徳森リマは近所リンダの名称で登場していると。知事はリマとの接触を否定しているけれども実際はそうですよということですね、はい、で9月28日県議会で指摘され、議会進行の最中にホームページから知事のメッセージが全部削除されたと、はい、もう本当にこれはデタラメもいい加減なところですね。で期待していたソウル市長のパク・ウォンスンさん、7月10日自殺、左翼工作資金に大きく影響して活動資金が枯渇しつつあるということですね、はい、でこの写真をお願いします。
で、このピースアカデミー、ナショナルピースアカデミー、NPA について若干説明いたします。皆さん、これご覧ください。これがこの関連のチラシですね。この上村秀明さん、恵泉女学院大学教授、この方はね、特殊な思想家でですね、アイヌと琉球民族は先住民族だっていう 説を展開する男で、はい、尾長知事がスイスで国連で演説しましたですよね、はいはい、その時の、ね、後ろ盾をされた方ですね、はい、そういう状況です。で、張ヒョンさん、ソウル市教育官という方はね、これはパク政権時代に選挙違反で逮捕されている男ですね、はい、この人たちは全部地政でつながってるんですね、新北朝鮮で、はい、で、各地からのメッセージ、秋田県、これはその時イージス・アショアの配備問題で揉めてましたね、はい、三里塚は皆さんご存知だと思います、はい、成田塗装ですね、はい、韓国、沖縄、福島、水俣、こういった感じでね、もうとにかく反日勢力の結集を呼びかけてるんですね、これにアローゴとか玉城デニー沖縄県知事が祝辞を述べてると、はい、市民と学生交流による東アジアの平和構築ということですね、はい、こういうような感じでね、もうやりたい放題やってるんですよ、はいはい、次はですね、もう一度この玉城知事と徳森リマ氏の関係を、はい、あ、ごめんなさい、これだこれだ、はい、内容を説明するといけんからね、はいはい、これとこれですね、まずこちらが、自殺したソウル市長の、お名前なんておっしゃる、パク・ウォンスンさんですか。パク・ウォンスンさんですね、はい、この方は ね、 ですね、皆さんネットで調べたらご理解いただけると思うんですけど、はい、もう新北朝鮮派でですね、はい、ムン・ジェインとのもう盟友ですね、はい、次の大統領候補だったんですね、はい、で、一説によるとね、女性問題で自殺されてるけどね、もっと深刻な部分があるんじゃないかという意見を言う方もいます、はいはいはい、で、こういうね、はい、方々と接触するときに独断で言ってるでしょ、はい、しかもいわくつきの2人を利用してね、アポを取らせてるでしょ、島袋淳さんとですね、はい、県の島袋淳氏はSDGs の委員長であり、徳森リマ氏はまだその時点では、子ども被災者支援基金の沖縄事務所の所長でいらっしゃったわけですから、これは公務という形になるわけですよね。知事が2人に例えば韓国の調整をしていただいたということになれば、ここが大きな問題ということになるわけですね。そう、しかもですね、さっき言ったように はい、不正夕食接待事件 です、はい、事案でですね、はい、翌日には受託契約も済んで、2400万円県の公費から受領してるでしょ、はい、このリマ氏がですね、はい、この2400万 の使途が不明でですね、はい、今の回収してないんですね、県はね、うん、県はね、うん、それとあと一つはこの島袋淳さんの日当がなんと27,000円、はい、通常は60,000円らしいですね、はい、これ27,000円という破格の給料をもらってるわけですね、はい、日当、はい、こういった感じでこの2人はタグを組んでね、はい、結構いろんな活動をしてるけど、全く責任問題については追及しようとしないんですね、はいはい、で、皆さん次お願いします、はい、こちらをこのオンライン版2020オンライン版第51回部落解放人権書き講座っていうのがあります、まあ、これに続きリマさんですか、金城リンダ氏ですね、金城リンダ氏はね別名の入ってるわけですけどね、はい、私はね沖縄県民としてこういうのを見るとね頭にくるんですね、はい、沖縄でもよく部落っていう名称を使いますよ、ただしこれは非常にフレンドリーな意味での部落なんですね、地域は地域ってことですからね、行政区っていう意味だったんですよ、はい、だから平気でね部落内は車の運転気をつけるとか縦看板も結構ありましたですよ、最近まで、はい、こんな連中が内地から来てね、ひっかき回すもんだから部落っていうのは禁句になってるけど、うん、ありがた迷惑なんだ僕らに言わすと、はい、私たちが小学校の頃はね、何々君は何々部落の出身だしよとかね、そうでしたね、はい、フレンドリーで言ってたんだから、
で変な大学生が琉球大学に入学してきてね、教授にブラック解放同盟の研究会がないのは沖縄だけですよって食ってかかってるわけ。何言ってんだお前はって、お前沖縄の事情も知らんで余計なこと言うなって言ってたしなめたらしいけどね、その教授は。そういうこともあるし、でこの下の方にまたハンセン病訴訟判決と差別偏見除去義務、何言ってるんだって。米軍はね、沖縄占領した直後からね、はい、空気感染は絶対しないということで、沖縄県民を啓蒙するために肩を抱いて患者さんの、はいはい、ね、証明してした上にね、あのプロミンっていう世界最高当時の特効薬をあの投与してね、しかも、はい、これは1日3000キロカロリーの栄養補給をしないと効き目がないもんですから、終戦直後に3000キロカロリーの栄養補給って言ったら相当贅沢ですよ。本当ですね。1000キロカロリー取れるか取れないかの時代にね、3000キロカロリーの栄養を投入してね、やって、あの大学、あの軍医の名前、スコーブランド博士、スコーブランド博士はね、遺言で、この患者と共にあの墓に入れてくれということでね、葬られてるんですね。北部に眠ってらっしゃいますね。あの施設に、愛楽園にですね、はい、こんなことは紹介しないでね、はい、全部負のものだけ持ってきて、沖縄県民を引っ掛け回して洗脳しようとするわけだ、差別差別言って、はい、もう帰れってお前ら自分の国にね、私は言いたいですね、はい、このだからそういうこともありました。それで前回の放送でも言ったけどね、はい、沖縄女性の地位向上と解放はね、はい、アメリカ政府によってなされたんですね、はい、余計なことするなって私は言いたいです、はいはい。次はですね、はい、これですね、二人の韓国訪問は公務であ るということで、はい、この事前に許可も得なくて勝手に行動しているわけですよね、次いきます。利益誘導ということになりますね。そうですね、はい、次いきますね。それでこれは、はい、玉城知事のね、またその状況を話しますと、はいはい、知事の行動、これもう一回やってください、知事の。はい、こちらですか。年表をお見せした方がね、具体的に分かりやすいと思いますから、はい、口頭で説明するよりもですね、はい、まず皆さん、この知事はね、就任、玉城知事の足跡ですね、はい、失礼しました。2018年の10月4日に尾長武前県知事の急逝によって知事あの選挙が行われてですね、10月4日に知事に就任します。はい、11月12日には米国訪問して米軍基地撤去、県内移設措置を訴えると。そしてね、次2019年の6月6日ロシア訪問、基地問題をプーチンにアピールですね、はい、この時に大きな事件が実は県内で起きてたんですよ、はい、これもね、知事は本当にこんな無責任な体制でいいのかと思うぐらいのことですから、あえて今公表したいと思います。知事がロシアに向けて沖縄を取った6月6日、沖縄県警は大麻取締法違反で本島の高校生5人と少年少女10人を検挙送検していたことを公表したと、はい、前代未聞のことでね、全国ニュースで放映され国民を驚かせていると、はい、県教育庁は大混乱して、翌7日には県教育全県立高校校長を招集して緊急対策会議を開催したと、はい、知事は全くこれにコメントを発しなかったばかりが関心さえ示していない。そうでしたね。本来ならロシア主張を取りやめて再発防止への陣頭指揮を取るべきだった、はい、一方2019年5月13日与那国島で50年に一度の豪雨に見舞われ農作物や住居に甚大な被害を被ったが、これも知事は関心を示さなかったと、はい、で2020年9月13日、今年ですね、はい、南北大東島が台風10号の被害を受けて、サトウキビが約4億6千万円の被害を出していると、はい、
知事はね、口ではね、離島振興と女性の社会進出促進は自分の政策の一丁目一番地と言ってね、はい、一切離島に行かないんだ。そうですね、うん、はい、与那国町民から批判を受けて3ヶ月後の昨年8月2日にようやく道東を訪問したと、はい、その時に与那国漁協長からね、尖閣諸島周辺海域の漁船の安全操業に向けた監視体制の強化などを要望されたけども知事は無視したと。無視ですか、はい、その結果今年5月に与那国漁協所属の漁船がですね、尖閣沖で追尾されたでしょ、はい、中国船から、はい、これ全部裏で中国、北朝鮮、韓国の左翼、うん、つながってるんじゃないかと僕は思うんですね、はい、でこういった姿を見ていてですね、うん、この知事いつまで 県にのさばらしておくのかと非常に僕はね、はい、不安に覚えてきたですね、はい、はい、次いきますね、はい、2新型コロナウイルス感染拡大と項目2ですね、はい、全国的にはもうかなり収束の状況に進んでいってますけど、はい、沖縄県はまた再発の可能性が出てきました、昨日10月1日30名感染者が発生しております、はい、でこのうち9名は飲み会で飛沫感染してるんですね、はい、しかも30人を超えるのは1ヶ月ぶりなんですよ。人口10万人あたりの感染者数はですね、はい、全国で2位をずっとキープしてます、はい、でこれでね、昨日から GoTo トラベルキャンペーンが東京も含まれたでしょ、はい、私ね油断してたらまた第3波第4波につながるんじゃないかと思ってね、はい、心配してるんですよ、はい、業者の皆様が焦ってるのは分かりますよ、赤字続きでね、売上も激減して、しかしこういう基本的な健康対策をやってないとね、負の連鎖が続くと思うね、はい、はい、あと項目3元首相補佐官故岡本行雄の実像、昨日 TBS の 昼の番組見てたらね、はい、岡本行雄さんを絶賛して、うん、もうこの首相補佐官の手本だったみたいに言ってるけどね、何をバカなこと言ってるんですかと僕は言いたいと思いましたね、うん、沖縄問題だけ限定して言いますね、拉致被害者の方々の意見も実は今日紹介しようと思ったけど、はい、時間がないですから、はい、岡本さんは首相補佐官に自分で手を挙げてなってね、はい、何最初にやったかと、もう米軍専用施設の 70% が沖縄に集中していると、はい、だから沖縄県民の言い分も聞いてやってもいいんじゃないかということを言ったもんだからね、はい、もう左翼が泣いて喜んだんですよ、うん、でそれが今なお NHK まで踏襲してるでしょ、はい、である時ね、はい、橋本龍太郎総理官房長官が梶山清六さんの時ね、はい、とんでもないことを言い出したんですよ、この岡本幸男がですね、はい、まあ、あの世で激しい死してるだろうけど僕は事実を全部暴露しようと思ってるんですよ、はい、沖縄の基地問題は海兵隊が大きな原因だから、はい、今から自分はワシントンに飛んで行ってね、うん、沖縄海兵隊を撤退するように説得してきますと言ったんですね、ついに梶山清六官房長官の堪忍袋が切れた、うん、堪忍袋の緒が切れた、バカ野郎、お前何の分際でこんな兵力をいじれるのかと、はい、梶山さんは陸軍航空士官学校出身でしたからね、はい、軍事に関する知識があったんですよ、はい、怒鳴られてね、いた、うん、でしかもね、昨年ぐらいからね、岡本幸雄さんは親中的な発言をするようになっていた、はい、ああいうお調子屋はですね、やられやすいんですね、うん、中国とかこの中世グループからね、うん、おだててごちそう食わされたらすぐなびくから、うん、そういうことがあったもんですからね、はい、沖縄問題を大混乱させた犯人の中の一人ですよ彼は。なるほどね、そうですか、うん、その彼を叩いてたわけですね、彼を叩いてね、今の、はい、安倍政権の時 の首相補佐官を批判するためにね、はい、岡本さんはもう立派な人だったということで比較の対象にしてるわけ、うん、ああそうなんですか、僕にはどっこいどっこいだよって思いますね、うん、はい、次いきますね、はい、4沖縄タイムス社員持続化給付金受給事案は沖縄の恥ですね、これ先週ね、はい、昼のテレビニュースでも報道されました、はい、ある税理士が
会計士か税理士か、はい、まあ、税理士がです、はい、会計士がですね、はい、あの反社会組織と癒着していて、はい、そしてこの沖縄タイムズの社員はですねメッセンジャーしてたわけですね、で15名あのに友人に紐をつけてね、はい、これネズミ公式にどんどん増やしていく予定だったわけ、うん、これからどんどんこの事実が事実というかあの前後関係がね、はい、発覚してくると思うんですけど、はい、これ沖縄タイムズはね私にはそうね責任取らないといけないね、はい、メディアのがメディアの社員がここまでやるということはね、はい、これ社会的な責任を痛感自覚してない証拠ですよ。全くおっしゃる通りだと思います、うん、はい、はいはい、で次いきますね、はい、次これはい、久しぶりに私は東京で講演することになりました、はい、タイトル旧敵が教えた帝国海軍の武士道、日時10月7日水曜日午後7時から午後9時、場所東京都内のですね豊島区民センター、これ池袋駅東口から5分の距離にあります。主催者は日本を守る会、自衛隊の OB ですね、先輩方ですね、はい、でお手合わせの電話番号はこちらに書いてあります。で私は今から10年前にイギリスに行って、はい、日本海軍と戦ったイギリス海軍の生存者の方々をどんどん取材したんですね、はい、その時に非常に貴重な話を聞いたんですね、黄色い猿が 何できるかと思ってバカにしてたけどね、はい、非常にテクノロジーにおいても戦闘能力においても指揮統制においても優秀だったと、はい、しかも自分たちが撃沈されたりして洋上を漂ってるとね、はい、救助してくれた上に、あるいはそのイギリスが独自で救助した駆逐艦がですね、はい、母校のシンガポールに帰る時もね上空を援護してくれたと、君は日本に帰ったら自分たちの感謝と敬意をね、はい、できるだけの国民に伝えてくれよっていうのが彼らの最後の言葉だったんですね。で私はねこういう非常に重要な話はね私自身が留めておくのはもったいないと思うから、はい、こういう話をしていきたいと思います、はいはい、でそういうことですから、あの希望者の方々はお電話くださればですね、はい、こちらです、もう一度、はい、どうぞ、あの主催者側にお願いしてですね、はい、なんとかあのスペースを空けられるように調整しますのでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします、はいはい、野原さん今日のメインテーマはもう以上ですね、はい、特にあのこの1週間で感じられたことはありませんか。あの私もあの議会を取材してまいりましたけれども、あのなんとなくもう全体の沖縄県議会の雰囲気っていうのがなんとなくもだらけたような雰囲気で、まあ部長県の部長などはやっぱり玉城県政がこう欺瞞に満ちてるだけに苦しい答弁を強いられてると思うんですよね。なので先ほどお答えした内容の通りですとか、まあ、個人情報なのでお伝えできませんですとか、同じような繰り返しの答弁が多かったような気がします、まあ、とにかく沖縄県は本当に混乱しているんだなと、玉城知事はちょっと罪だなというのを感じましたね。しかも玉城知事、はい、居眠りしてたじゃないですか。はい、船漕いでるシーンがありましたね。追及はされてるくせにね、はい、真剣には考えようとしないで、はい、居眠りしてるんだから、はい、多分前の日にまたどっかで飲んだと思いますね。そうなんでしょうね。男森リマさんと飲んでたんじゃないですかね、もしかしたら。僕はもうな、僕が県議会議員だったら、はい、知事目開けろって大きい声で怒鳴ったけどね、このイチャレバチョーデという言葉があって、はい、出会ったらみんな兄弟だという沖縄の言葉があるでしょ、はい、ありますね、はい、お互いカバーやってね、はい、相手の徹底的に相手をこのあのなんていうか追求しないんですね、はい、だから進歩がないんですよ、はい、ダメなものはダメとやっていかないと、税、うん、は税で税は税で受け止めていかなきゃいけないですけどね、はいはい、で私はね、はい、このコロナ禍が過ぎた後は世の中が大きく変化すると思いますから、はい、それに備えてね、はい、県民は一致団結して学習して、はい、次こそ自立経済に向けて頑張ろうっていうようなですね、はい、前向きの姿勢を示さないと、はい、ね、やれや基地反対基地反対基地があるから経済が今成り立ってるんだってね、はい、それを率直に分析して、はい、コロナ禍後の新たな時代に挑戦するっていうのをしないとですね、
これいつになっても沖縄は補助金付けですよ。全くおっしゃる通りですね、うん、あ、そうだそうだ先生、あのテリア森幸議員がですね、うん、面白い発言議会答弁されてました、うん、あの島袋淳氏が SDGs の委員長ですよ、はい、要するに県の今の骨子を決めようとされている委員長ですよ、はいはい、委員長が基地と、振興策はリンクするとはっきり明言していると。それに対して知事はどういうふうに考えるんだという発言をされていて、まあ、知事の答えとしてはいろんな意見があるのは承知してますなんて、こんな間延びしたような答えをしてました。こういう面白いやり取りもありました。そうですね、はい、あとはね、僕は感じたのはもう知事のリーダーシップが完全にもう冷めてきているなと思ったのはね、はい、那覇軍港の移設問題、はい、浦添市と那覇市が反発し始めてるでしょ、知事がその勝手な行動を取るんですからね、はい、知事は謝罪してるでしょ、はい、もうオール沖縄は空中分解していくね、これから、はいはい、と思いますね。だからね、保守もしっかりして、はい、新たな沖縄県づくりということでね、一致団結してリーダーシップ取らないとね、はい、今チャンスだと思いますよ僕は、はい、もう口先だけの平和だけでは生きていけないというのがだんだん分かってきてるしね、はいはい、そういうことであります。はい、はい、じゃあまた皆さん、あの10月7日都内にお住まいの方はですね、ぜひ区民センターに来られて久しぶりにまた皆さんとお話しましょう。はい、はい、どうも今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。